調子で励め。蒙古は隠れてるんじゃないか。 おや、お侍。ケンジ、何をしておる？ケンジとは出られぬことだ。まずいんです。ここにいるって知られたらあっという間に殺される。では、厄介を起こさずに済むな。対馬へ渡る時が来たら、足が真っ先に乗りますって。 侍が何か言いたいみたいだ。不可、天蔵、達者のようだな。大鷹が死んだからね。よく励んだ。<笑>お主もな、我らで大鷹族の残党も退けよう。聞いたか、我らだと。後でまた寄りな。口堅い侍の手を借りたいことがある。 傷は痛むのか。お前の前では平気だ。笑った時しか痛まねえ。戯言を言う力はあるな。<笑>
だが前のように刀は触れない。罪のない秋人が襲われなくなるな。これからはいかにして生きる。まだ大勢が大鷹の毒に苦しんでる。薬がなくても世話はしてやれるし、いつか言えるかもしれない。お前のように。俺はあの毒によって父の死を思い出し、仇を討てる折を得た。それから？己が死ぬことよりも父が嘆く方がずっと恐ろしかった。父ではなく自らを生かしたことを悔やんできたが、己と父を許した。なるほどな。潜む闇は消え去ってはおらんが、それもいずれは。それが癒す手立てかもな。かつての戸川を探り、恐怖と相対することが。そうであろうな。幾とせ前には思いもよらなかったことを言うが、お前と行き合えてよかった。俺も思いがけないことをするぞ。ありがとう、ジン。そろそろ立つよ。毒を飲まされた奴らを見つけて助けてやらないとな。赤は喪失と憤怒の色、災いか幸福、どちらを運んでくるかな。ああ、一刀、刀比べの達人よ、待ちわびたぞ。ああ、お主のこと覚えておる。赤い締め衣のミサオだ。お前に打ち負けた男さ。さあ、祝いとして一つ持って行ってくれ。赤をまとうと色の心が身に宿るらしいぞ。ほら、こいつが憤怒と後悔の色さ。達人のためにあつらえたような色だ。ほら、こいつが憤怒と後悔の色さ。また来てくれよ。死者への手向けは持ってきたか。この石碑は誰を祀ったものだ。息の言うあるものさ。幾とせも前、対馬の鬼の化身長尾忠頼に殺されたものらだ。鬼だと？違う。忠頼公は浅間浦をお守りなされた海賊から。寝言は寝てから言いやがれ。よくも島の勇士を恥ずかしめたな。悪心はなかった。
ここに眠る死者を恥ずかしめることだけはするなよ。これからが楽しみだ。一歩ずつでいい。根津の番をしたな、亡き父上のため。その曲、美しいものでございます。成り合っておらん。父上を忍ぶ曲だ。失礼を妨げてしまいましたね。父君の荷ですが、いくつか見つからないのです。私が探す。しばし待て。承知いたしました。父上、続きは対馬で。戦で折れたと叔父上から聞いたな。父上の力におののき、逆刀は直ちに降参したとか。大風の雷光のごとく、大山の雪崩のごとく、
これすなわち堺の強者なり、父上の遺言となってしまった。これは母上が書いたもの。母上の声を思い譲るため、どのような声であっただろうか。陣、ほどなくして出立だ。しかし足立殿、父上の荷が見つかっておりません。近くで海賊を見たという者がおります。しかし下に無念であった。皆が悲嘆に暮れておる。痛み入ります。大海の民は弔いの手はずを整えておる。わしが陣を連れて参ろう。父君もさあついて参れ。承知しました。すれば陣も切られておっただけだ。お主が家督を継ぐのだ。じきに父君の鎧も継ぐことに。私はふさわしくない。足立殿、大勢の海賊が向かっていると早馬が。急ぎ出立すべきかと。しかしまだ荷を積み終えておりません。捨ておけ。人の命の方が大事だ。堺殿のご下旨だ。行け。息での思い出から逃げてきたが、再び相対して父上の本心を知った。近づこうとしてもその鎧がいつも妨げとなった。しかし父上は物の父としての務めを全うした。慕う者を枷とみなしながら同じ鉄は踏みません。また猛虎を襲いに行けって。戦から帰ったばかりです。それが戦だ。休みたいなら大鷹のところに訴えたらどうだい。外してくれ。猛虎を返り討ちにしてやる。奴らが来る前に見つ。いさかいか。大したことじゃない。あんたに礼を言わなきゃね。大鷹を討ち取り天蔵のことを許してやったろ。大鷹のことはいい。だが天蔵は息を血で怪我したくなかった。そうはいかないんだ。猛虎の船が沖に出てる。手下の腹を満たせる食い物を積んでるから、ぜひ奪いたい。悪名高い侍の手を借りたいと。あんたの父ほどじゃないさ。わずかな食料のため手下の命を危ぶみ、かつての敵を頼るのか。誠の狙いを申せ。娘だよ。肝心なのは娘だな。ああ、それが本心だ。もしや手下は全て娘を救うためだと知らんのか。知られれば騒ぎになる。争いが起きでもしたら大高族が気に乗じる。娘だけは失いたくない。
手下と乗り込み、あの子を救ってくれ。頼むよ。分かった、手を貸そう。 ありがとう。出立は日の出、それまでは宴に加わるか船で休みな。今は楽しんでおけ。日の出に立つぞ。せめて大水に一口だけでも。柱がいねえな。バカ言え、宴に出なかったことあるか。一度だけ、あの後だ。おい、人がいるぞ。近頃片山の位置に行ったか。どあんたもかけなよ。五か、叔父上とたしなんだな。参加するにはちと遅かったが、銭をかけるには遅くねえ。さあどちらにする、白か黒か。白が勝つ。よし来た、後で寄りな。どちらが勝つかね。早く冬が来ない。一杯飲めよ。嗅いだことのない匂いだな。ここじゃそれが酒なんだよ、堺人。酔いたい気分なんだろう。俺の秘蔵の酒で我慢しろ。毒を盛るなら強くしておけ。大鷹の毒を生き抜いたのだぞ。そう案ずるなら俺も付き合ってやる。何に乾杯する。この息に。猛虎の船は財宝を積んでるんだと。ふっ、頭の言うことだろう。嘘なのか。頭は何か隠してやがる。前も同じことがあったが、その時は兄弟が死んだ。船で休むか。下事を聞けないってのか。全て明かすまで船には乗らねえ。何事だ。飯を奪えってのが妙なんだ。どうしてあの船にだけ執着する。敵はすでに動き出してる。言い争ってる時か。頭、答えてくれ。断る、答える筋はない。ジン、口を出すな。頭の味方は誰だ。俺たちか、人斬りの息子か。お前にもみんなにも、私は身を粉にして勤めてきた。船の支度を急げ。仰せのままに。手下を浜で待たせてる。行くよ。気に病むでないぞ。ああ、もうすぐ時に会えるしね。顔は似ておるか。他の捕虜と見分けられなくては困る。顎は似てるね。目も似てる。あとは何だ。今どんな顔になったんだろう。行くとせも会ってない。親がそばにおらんのは難儀だ。
子供はいる？いや、父上だけ。だがよく知らん。本心は決して見せぬ人だった。存外あの人きりと私は差異がないのかもしれないね。ああ、俺もだ。石膏だ、切るなよ。ヤス、どうだい？あいつら荷を積んでるところです。気づかれてませんね。見つかれば沖に退かれる。逃がしやしない。いつでも砲を燃やせる。旧兵が配置についた。船に忍び寄り不意をつこう。荷は一つも傷つけるな。その案に乗ろうか。先駆けを務めるならね。船を奪え、一人も生きて返すな。こんなところに。トキ、待たせてごめんね。この子は薬で心を病んでる。私が迂闊に渡したばかりに。薬が強く中毒になったか。私は気づきもしなかった。トキが幾人も手下を殺すまでは。仲間殺しは死罪、私の掟さ。
娘でさえも。だけど逃がした。手下はみんな怒ってね。去る者も恨む者もいた。自らの掟を破ったのはあの日で最後。でもなくした者は戻らぬ。己を責めてはならん。一度この子に会った。思いがけず見かけたんだけど、夢うつつで糞尿にまみれて幾日もさまよってたんだろうね。不意に腹が立ったんだ。でただ立ち去った。連れて帰らずに。まだ間に合う。船から降ろそう。ああ、こいつは驚いた。てめえの娘を助けるためだったのか。俺の兄弟を殺した女だぞ。トキはその罪を十分に償っただろう。十分。一人で納得するな。だが礼を言え。そいつの喉をかっ切る前に別れくらい言わせてやるよ。この娘を今殺せるのは鬼だけだ。てめえにゆかりのない女だろう。いや、もうある。私に従う気のある奴は下がりな。ネズミはこの手で殺す。死体を海に沈めとけ。あやつに味方する者は少なかった。お主は慕われておるのだな。私も驚かされたよ。トキは人を殺した。誰かの父、兄弟、夫を親子じゃなかったら許しはしなかった。それでも許された。娘も心はここにないけど、体はここで今でも苦しんでる。そばにいてやりたい。ありがとう、ジン。心安く過ごせ。